おはようございます。はい、おはようございます。来ましたね。ついに、ここは延山です。延山ですよ。今回は延山に絞ってやっと来れました。日差し強いけど涼しい。涼しい。湿気ないし、カラッとして気持ちいいだから。うん。見てください、これ。後ろ。これ。ちょっと牧場。お牧場ね。牧場だ。滝沢牧場というところにお邪魔しております。楽しみです。後半にちょっともう一個面白いスポット見つけたので、後半にね、はい、もう盛りだくさん、盛りだくさんな、早速ちょっと広いのでね、いろいろと見て回っていきたいと思います。はい、行かれますか。はい、長旅すん、はいはいはい、じゃあ早速早く行こう、巡っていきましょう。行こう。気持ちいいですね、牧場。気持ちいいね。牧場っていうだけあって、あの森の工房とか。あ、そうそう、いいじゃないですか。牛馬だよ、馬馬です。かわいい。これ乗れんじゃないですか。乗れそうだね。そう、なんか変わったんですよ。馬の乗馬体験できます。変わった。シューマーコース1人1周200円うさぎ先輩、行きましょう。コラボ、これ行きましょう。行きますか。うさぎと馬の、行きましょう、行きましょう。でこれはインフォメーションね。で、買っていくと。買っていくぐらい。そうです。ここですか。ここだね。じゃあ、買いに行こう。買いに行こう。インフォメーション書いてある。買ってきました。買ってきました。はい。乗馬初体験。はい。行っちゃいますか、早速。やりますよ。行きましょう。空いてるうちに。乗ってみたいんですよ、早く。で、選んでいただきます。ヘルメット、ヘルメット。すごい。選んでください。ヘルメットかぶって。準備待たせて。待っていただいて、またがっていただいて。真ん中にしっかりと座っていただきます。はい。背中を伸ばしとくといい感じです。はい。足はそのままダランと。ダランでいいですか。はい、はい、大丈夫でしょうか。大丈夫です。したらでは出発させていただきます。じゃあ行ってらっしゃい。じゃあ行ってきます。おお。ごめんなさい。まあこんなもんだね。優雅でしたよ。優雅だった。めちゃめちゃ優雅でした。よかった。なんかこう雰囲気と相まってすごいなんか映画のワンシーンみたいな。心なしか凛々しい感じ。あ、本当ですか。この英国紳士みたいな。次はお友達に会いに。後輩みたいなもんだね。後輩みたいなもん。挨拶しに行かないと。そうですね。餌100円。100円。買いましょう。買いました。うん。まずは。そうですね。入ってみましょう。いるよ。やべ、逃げられた。あ、でもいるね。あ、でもいますね。でも怖がっちゃってる。ちょっと今回はあれかな。中にウサギはそっとしておいてあげてねって書いてあるから。あ、こっちはこっちで、こっちのウサギでやりますか。やりましょう。じゃあ餌だけ。そうですね。餌だけね。せっかく買ったから。うん、まあ一応あの挨拶はしたということでね。まあまあね。まあどっちかいうと。馬の方が得意なんだよね。あれはこれは。あ、そうそう。これ。ん？だから牧場一周ができる。いいじゃん。ああ、じゃあこれ乗って、もうこの牧場一周見て回って。チケット買ったら10分程度出発するって書いてあるから。めっちゃいいじゃん。あ、じゃあいいじゃないですか。買っちゃいましょう。はい。もう動き出したよ。もう早いですね。うん。飛び乗った感じ。もう500円でね、これ一周できるんだったら、うん、そうだね、これ乗っちゃってもう先に見ちゃった方がいいっすね。そうだね。あそこにもなんか馬、馬おる。本当だ、馬いるよ。あ、なんかブランコある。ブランコだ。あ、これ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 、ブランコに乗りましょう。牧場来たって感じする。しますね。なんかこの匂いもそうだ。牧場感あるわ。ありますね。ありますね。これいいな。結構楽しいっすね。これいいね。何この草原は。あ、すげえ。緑が綺麗。めっちゃ綺麗よ。これは気持ちいいね。いいね。延山って感じだね。いや、本当そう。ザ・延山。延山だよ。イメージ通りの延山。ベスト・オブ・延山。ベスト・オブ・延山。牛、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 
明るいところ来い、明るいところ来い。よし、来たー。おー、かわいいな。かわいい、かわいい。よーし、はい、ありがとうございます。気持ち的に多分2人乗れそうでしたもんね。いや、いや、2人で乗れるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。嫌な予感してんじゃない。大丈夫です、大丈夫です。2人乗りブランコを作ってみました。そういう熱い思いがあって。手繋ごと、恋人繋ぎ。早く取って。あ、ちょっと待って。乳牛かわいい。あ、トウモロコシの木やね。よし、よし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 。怖い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 。ちょっといつか。お前にもやるやる。あ、奪った。やっぱの自重があるんで、うん、こうストンと落っこっちゃう時あるんですよ。うんうん、なのでちょっとこう支えてるというか、最後までこうサポートするような。あ、あ、すごい、すごい綺麗に食べる。すごいな。おー。頑張れ、頑張れ。あ、頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。おー、食べた。ありがとうございます。滝沢牧場ね、思ってた野辺山より野辺山でした。牧場って聞いてたから、はい、単純にちょっと牛がいて乳搾りのなんかソフトクリームがあって、はいはいはい、ぐらいの感じかな。まあ、それもいいんだけど、うん、と思ったらちゃんとこのなんかねテーマパークみたいになってて、いやもう盛りだくさんですね。今日初めてですよ、馬も乗らせてもらったし、いやもっとトラクターも乗らせてもらったし。そうですね。もう一個ちょっと今日用意してた場所があるので、うん、うん、じゃあ行ってみましょうか。はい、そっちの方行ってみますか。はい、実際に行きましょう。はい、長鳥はいはい、じゃあ次のスポットに、はい、やってまいりました。国立天文台野辺山宇宙電波観察所ってとこなんですよ。タイムスケール感が出て、天文台ってことなんですか。天文台ってとこです。国の、でも国立天文台ですかね。国立天文台。そうです。すごいですね。では早速、はい、入ってみましょうか。はい、そちらの方に受付ある。ああ、ね、国立天文台入り口って書いてある。受付開始。はい、行っちゃいましょう。無料なんです。無料、嬉しい。おおおおおお、あ、見えますね。見えてる、すごいわ。うわ、すごい、線路だ。本当だ。そっちレール、レールがある。だからあれがこう移動したりできるんだろうね。そうですよね。ね。うん。ここから機内モード。あ、そうですね。機内モード。機内モード。なってるね。なってます。うん。すげえなこれ。あ、なんかここにもレールあるよ。かっこいい。あ、これもそうじゃん。これもそう。すごいじゃん。あ、もうそれ用のなんか滑車というか。で、うん。わ、すげえ。なんかこの雲と感じといい。これはかっきいね。近くまで来ましたね。でかい。でかいよ。全然でかいよこれ。うん、まあ、ちょっと規模違いますね、これだけ。画角入んないですもん。これ、まあ、正面とか見たらちょっと怖いっすね。違うよね、もうね。これですら怖いっすね。うわ、怖え。なかなかなくないっすか、ね、この規模感は。45メートルだって。45メートルって相当っすよ。45メートル電波望遠鏡って書いてある。このぐらいビッグの位置ですね。もう俺は無理だよ。いや、何諦めてるんですか。お、来た来たね。ここから離せば。長鳥、はい、お疲れ様でした。あ、どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。野辺山、たっぷりと満喫できましたね。野辺山いいね。全体的にスケール感がでかい気がしますね。牧場もさ、国立天文台もさ、うん、これ家族とかで来たら楽しいよね、絶対。めっちゃいいですよ、うん、これ家族連れの方で来たことない方絶対来た方がいいですよ。おすすめ、うん、多分ね、楽しい顔とかしてくれんだろうなと思って、うんうん、なんかでも、やっぱ高原ってこう開けててね、うん、こうスケールもでかくて空も近くて、うん、なんか心なしか伸び伸びできた気がしますね。純粋にね、楽しめるよね、うん、本当に楽しかったです、うん、今回もですね、長鳥チャンネル以上でございます。また次回までですね。次回お楽しみにお待ちください。それでは皆さん、バイバイ。バイバイ。